にちは。OB クラブ公式 YouTube チャンネル5月の配信、司会進行を務めさせていただきます半田愛です。よろしくお願いいたします。さて今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをいたします。そしてゲストにお越しいただいたのはベイスターズ一筋16年石川武弘さんです。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。石川さん、かっこいいですね。いや、僕はね、かっこよくないんです。かっこよくないんですか？はい、僕はね、あれなんですよ。雰囲気イケメンと自称呼んでます。雰囲気イケメン、はい、そんなことおっしゃらないでください。いや、雰囲気ももちろんイケメンですが、背が高くて、はい、肩幅広いんですよ。確かに。なんで、雰囲気イケメン。はい、いやいや、もうそのね、顔がかっこいいとかって言ったら、もうジャニーズとかに失礼です、ね。俳優さんに失礼。そうですか。はい、いや、まあ、ご本人はご存じないかもしれませんが、はい、いやでもね、シュッとされてらっしゃいますね。いや、シュッとしてたいですね。ねえ、はい、そうですね、3月の21日に、まあ、会見を開かれまして、はい、はい、まあ、ベイスターズ一筋16年というところでお疲れ様でしたと申してよろしいんでしょうか。何かまだちょっとこう不思議な感情になってしまうんですが。いやでも16年間できて、はい、もうすごい感謝してますし、まあ寂しい感じもあるんですけど、はい、まあやっぱりそれでも16年間できるってあまりないので、はい、もう本当に感謝しかないですね。はい、最近までトレーニングもね、静岡の地元を帰られたりだとかっていうことでも、はい、そうなんです。されていた、まあ、トレーニングしてたんですけど、はい、やっぱり例年だったら2月は沖縄にいるはずなんですけど、まあ、今年は一人で本島に残ってやってるわけじゃないですか。はい、いや、寂しかったな。あ、寂しかったですね。あ、やっぱ16年間2月は沖縄だったんで、はい、キャンプ、いや、なんか、うん、切ないじゃないですけど、もう完全にお一人で。いや、一応トレーナーの方と、まあ、元横浜ベイスターズの、DeNA ベイスターズの西森、はいはい、キャッチャーのやつと、あと赤堀大地って外野手だったやつが手伝いに来てくれたんですよ。はい、うん、すごいありがたかったですね。もうなんかやっぱ一人の時はなんか変なこと考えちゃうんですけど、やっぱ変なこと、はい、うわ、本当このままやって大丈夫なのかなみたいな、早くけじめつけた方がいいかなとか結構思ってたんですけど、やっぱ後輩が来て練習手伝ってくれて、はい、まあ、頑張ってくださいよとかってすごい言ってくれるんで、うん、それでまあ気持ちもなんとか持ってたかなっていう感じはあります。本当にありがたかったです。でも今もその週に2日ぐらいですか、トレーニングは続けていらして。今もそうですね、週に2日トレーニングしてます。実際でもその、まあ、会見もされて、はい、まあ、三浦現監督から花束の贈呈もありましたが、はい、今どんなお気持ちですか？いや、もう なんていうんですかね、まあ、不思議な感じっていうか、まあ、その引退会見をやるっていう、まあ、できるって思ってなかったので、本当にもう4年とかでクビになるんじゃないかと思ってた時期もあったんで、まあ、引退会見を、ね、させていただけるぐらいやれたってことは、まあ、長いようで短かったというか。ああ、そうですか。でもなんか長く感じたっていうか、でもすごい、まあ、それも、まあ、監督とはすごい長くベイスターズでやってきたんで、はい、
まあ、ちょっと泣きはしなかったですけど、うん、まあ、まあ多少こう売る、まあ、こう込み上げるもん、込み上げてくるものはありました。いやでもそうですよね、16年という年月はやはり一言では語れない。いやでもきつかったな。きつかった。きつかったことも多かったですか。いややっぱ勝てない時期結構長かったんで、うんうん、まあもちろん負けようと思ってやってるわけじゃないんで、はい、あれだったんですけど、うん、いやでも勝てない時期きつかったですね。うん、でまあそれがまあ CS ね、最近 CS 出れるようになったりってなって、はい、まあそれもまあその時があって今があるんかなとは思いますけど、うんうんうん、そうですね、でもきつかったっす。ちょっとではそのあたりをですね、あの複数回に分けてお話を伺っていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず今回はプロ入り前、まあ、その、前段階のちょっとお話を中心に伺っていこうかなと思うんですけれども、まず石川さん、野球を始めたきっかけは何だったんでしょう。いつ頃だったんですか。3つ上にもうめちゃめちゃ野球が上手い人とめちゃめちゃサッカーが上手い人2人いたんですよ。はい、それこそでもね、あの静岡県でいらっしゃいますから、サッカーの、だからサッカーの方、やっぱ J リーグも始まったばっかりぐらいだったんで、サッカーにすごい興味あったんですけど、はい、もう周りがもうサッカーだらけで、あ、まあ、僕もちょっと天の弱なところあるんで、はい、そうなんですね。あの、まあ、それで、まあ、野球行ったら野球結構面白いじゃんみたいな感じになって野球始めたんですけど、はい、まさかこんなに長くやると思ってます。あ、そうですか。はい、でもその野球を始められて夢がプロ野球選手にはなっていったんですか。いや直結はしていなかった、まあ、プロになりたい、プロってすごいなってなりたいなって思ってた時期もあったですけど、うんうん、はい、いやでも高校の時とかはいや俺絶対プロいけないだろうなって思ってました。まあ、でも名門横浜高校、まあ、高校はすごい名門ですけどね、経ていらっしゃいましたが、はい、それ横浜高校を選ばれた、あの進学先にされたのはどういうことだったんですか。いやこれがまたなんかもともとあのうちの親父と、はい、その当時の日本航空の山梨の、はいはい、監督があの一緒に野球やられてて、でそれでもう日本航空に特待で決まってたんですよ。で俺も山梨に行くのかって思ってて、はいはい、でそしたらあのその日本航空の監督かな、でそれなんか訳あって辞めちゃったんですよ。なんかそこは詳しくは分かんないですけど、それであ、これ行くここないじゃんみたいな、その監督に取ってもらったのに俺行くここないじゃんみたいな話が、まあなくなってしまったんですね。で、ええ、それも結構ギリギリだったんですよ、うん、どうするみたいな感じになって、はい、そしたら当時のシニア あの部長さんが、確かね桐蔭、はい、横浜、あ、日大三高、あ、あと樹徳ってわかります？どちらですか？群馬かな。あとはその静岡の高校、お、まあ、どっか行くみたいな感じだったんですよ。はい、じゃあ5校の中で、まあ、たまたま引っかかったのが横浜高校だったんですよ。はい、たまたま引っかかるものですか、横浜高校。いや、たまたま本当引っかかったんですよ。だけどその特待とかじゃなくて、もうそれこそもうほんと推薦枠みたいな感じだったんで、うん、もう授業料も払いましたし、はい、あの、なんつうの、入学金、はい、とかも払って、だから、まあ、親にはすごい、うーん、まあ、まあ迷惑かけたなっていう感じですか。うーん、はい、あ、でもまあそういった成り行きで、そうなんですよ、横浜高校で本当たまたまだったんですよ。でもその名門に行くっていう心境はどうだったんですか。
いやもうテレビで松坂さんが、あの甲子園で優勝、春夏連覇した時の、僕まだその時小学6年生ぐらいだったんですよ、もうテレビでしか見たことなかったん で僕静岡のめちゃめちゃ田舎なんですよ、だからもうあのまず横浜高校なんて知らないじゃないですか、そもそもがだから あそこねみたいな軽い、まあ、軽く知ってたぐらい、もうすごい名門とかそんなの知らなかった、まあ、都会に行けるっていうぐらい、なるほど、はい、感じでしたね。でもあの何でもその入学されてから男子校だと気づいた、そうですね、た愕然っていう、あれはマジでどういうことですか、マジで最悪だったっす僕の高校生 あの思春期思春期返してほしいですね、はい、まあ、いろいろね静岡からその横浜に出てこられる楽しみに、もう僕まあ一応面接とかは行ってたんですよ、だけど、まあ、スポーツコースだったんで、体育コース、はい、まあ、野球部しかいないし、まあ、スポーツやるやつが集まってるんだと思ってたんですよ、そしたらもう入学式あれきつかった、あれっていやもうなんか学ラン着たやつがもう男しかいないじゃないですか、まあ、そうですね、終わったと思いますそうでしたか、いや僕ね、はい、多分僕らの代のやつみんな多分言ってるんですけど、あの、どういうことですか、多分共学だったら僕ベスト8で最後負けたんですよ夏、あ、はい、3年生の夏でも共学だったら多分優勝できたんじゃないかと、うん、どういうことですか、あのみんなそれを言ってましたそれは何の要因、何のパワーが、いや、 やっぱなんかあの応援っていうか、応援、はい、黄色い声援があればっていうことですか、だって応援団部みんな男っすよ、はい、もちろん、はい、でもこのぶとい声で背中を押してくれるわけですね、いやでもなんかチアガールとか、まあ、いたらあの驚愕だったら女の子の声援とかもあるわけじゃないですか、みんな学ラン来たやつが、そうですね、くっそ暑い中学ラン来たやつがめっちゃ応援してくれる、まあ、ありがたかったですけど、でも はい、それがまたでも横浜高校の名物でもありますよね、いやでも僕横浜高校知らなかったですその時は田舎もんすぎていや、ね、でも1年、2年、3年目でもそういう思いは少し少なからずお持ちだったという、いや、ありましたよでも今驚愕になってますからね、あ、そうですよね、はい、あ、今かよと思いましたけど、またさらに今更かよ、そうですね、その思いは確かにその思いはありました、ね、強くなるというのは、はい、なるほど、わからないでもないですね、まあ、でもその横浜高校、入学をされて、はい、その横浜高校の野球部というのはどんな環境でしたか、どんな場所でしたか、いや環境的には、まあ、正直そんな素晴らしく良くはなかったんですよ、まあ、グラウンドはすごいあのいいグラウンドでしたけど、はい、当時室内もなかったですし、あのウェイトをやるスペースもなくて、これ本当にここで3年間野球できるかなみたいな、だからその当時はまだ横須賀のベイスターズの室内練習場とかたまに借りたりしてやってたんで、もう本当に施設的には大丈夫みたいな、大丈夫じゃないでしょみたいな感じのそこでした、今は随分変わっているんですかね、いや今は室内もできてますし、まあウェイト上はちょっと分かんないですけど、まあ、昔よりはいいんじゃないですか、例えばその練習内容だとか、はい、あとその横浜高校のルールみたいなものって何かあるんですか、まあ、練習はやっぱピッチャーはすごい涌井とかは、はい、同級生、あと成瀬さんとか、めちゃめちゃきつそうでしたね、野手は言うほどでもなかったです、あ、そうなんですね、はい、ピッチャーはどんな練習、もうひたすら走ってました、あ、走るなんですね、はい、もういや俺ピッチャーじゃなくてよかったと思いましたいやそんぐらい走らされてました、あの小倉部長に、そうです
ですね、横浜高校といえば、はい、渡辺監督、そして小倉部長、はい、あ、まあ、でも、うん、横浜高校に行ってやっぱ野球観も変わったし、おすごいすごいなって思いました。どんな風に変わりましたか？やっぱ野球をすごい覚えましたね。やっぱ小学校中学校の時に普通に打って走って、はい、まあ、投げてとかって感じだったんですけど、まあ、横浜高校行ってその細かい、まあ、こういうところに飛んだら、うん、まあ、こうしなきゃいけないとか、はい、まあ、ランナーとかもそんなただ走ってりゃいいだろうみたいな、うん、早く 走りたいみたいな感じだったのが、やっぱここに飛んだらこういうスタート切ってとか、うん、まあ、こういう時はハーフウェイだけど、まあ、違う場面になったらタッチアップしなきゃいけないとか、はい、うんうん、そういう細かい野球をすごい教えてもらいましたね、うん、小倉部長に。小倉部長出てきますね、お名前が、はい。思い出深いですか？いや、めっちゃ厳しく育てられた。時代もやっぱちょっと昔なんで、やっぱ厳しかったですね、はい、まあ、でもそういった指導が名門たるゆえんでもあったんですかね。まあ、でも本当にプロに入ってからもう野球のことに関しては、うん、まあ、技術面ではやっぱり、まあ、もちろん先輩とかに勝てなかったけど、うんうん、まあ、野球を知ってるか知ってないかって言われたら、うん、まあ、やっぱり横浜高校で野球教えてもらってよかったなっていうのはすごい思います、うん、プロ入っても。あ、そうですか、はい、それだけのものを高校時代に、まあ、授けてありがたかったもらえたという。あ、もう渡辺監督ももう野球ファンはもちろん、そうですね、知る人はいない。もう知る人ぞ知る人間力が半端なかったです。人間力、はい、もう渡辺監督はもう野球人である前に人としてなんかしっかりしろみたいな、人間論みたいな感じで、はい、小倉さんは本当に技術、野球をもうめちゃめちゃ教えてもらいます、まあ、そういったこう授けてもらうものがそれぞれこう渡辺監督と小倉さんとっていう、はい、その立ち位置みたいなものも終わりだったんですかね。いや、でも、まあ、2人に野球、なんか監督も部長も野球めっちゃ言われてみたいな、で監督もにも部長にもちゃんと人間として、まあ、うん、人間ね、しっかりしろみたいなことを言われてたら、うん、なんかちょっときつかったかもしれないです。うん、まあ、野球とその人としてっていう、はい、まあ、ちょ分かれてたんで、なんか、まあ、そんなにきつくはなかった。なるほど、なるほど。あれですかね、お父さんもお母さんも厳しかったらへそ曲げちゃうけれども、あ、そうそうそう、お母さんはすごい言うけれども、お父さん愚痴聞いてくれるんだみたいな。本当そんな感じです。うちおかんめっちゃあれなんですよ、うるさいんですよ。あ、そうですか。で、おとんがめっちゃ優しいんですけど、なるほど、あんま口数も少なくて、だからはい、ちょうどいい、この比率的にちょうどよかったです。そうですね、はい、その指導者の緩急みたいなものも必要だったり、大事ですね、するんでしょうね、はい、そうですか。そういった中で、まあ、野球観というものも身につけて、はい、教えてもらいという高校時代。メンバーですが、同級生が現楽天の涌井投手。そうですね、はい、一つ上に、荒波翔さん、はい、成瀬義久さん、はい、で、その僕の2つ上に円谷秀俊さん、ジャイアンツに入った巨人、はい、が行ったんですけど、でも1個上も、あ、じゃあ2個上は甲子園行ってないのか。あ、1個上は春選抜行きましたね。おだけどみんな結構いい人ばっかりで、ええ、よかったです。
いい人というのは人間的にということですか。あ、まあ人として。はい、でもあの結構こういろいろなプロの方に伺うと高校時代の上下関係ってまああったよねっていうようなお話は伺ったりしますが。やりましたね、上下関係は。もう僕は1億もらっても高校に戻りたくない。あ、厳しかった。厳しかったです。どういう部分での厳しさなんですかね。いや、厳しかったです。はい、ちょっと行間読みますね。そうですね。いやでもやっぱあの朝の食事当番とか、おあの、まあ、先輩の洗濯物とかは、あやっぱ僕らの仕事だったんで。なるほど。はい、あれはきつかったですね。あれもきつかったですけど、はい、あの食事とか作ったことないじゃないですか。ご飯とかも炊いたことないじゃないですか。それをやるわけですね。で味噌汁とかも作るんですけど、もう作れるわけないですよね。味付けもするんですか。いや味噌溶いてわかめ入れて、はいはい、でもまあ、毎日わかめじゃダメなんで、うん、あのなんか大根切ったり、はい、はしてたんですけど、いや、 やっぱおかんってすごいなと思って。なるほど、はい、感謝ですよね。いや、あの時にもうめちゃめちゃお母さんありがとうと思いました。離れてみてわかる親のありがたみ。中学の時もうめっちゃ喧嘩とかしたんですよ、うんうん、おかんと、はい、うわ、やっとちょっと寮入るから離れられればって思ったんですけど、やっぱ寮入ってからおかんありがとうと思いました。洗濯もしてくれるしみたいな。そうですよ、もうご飯も作ってくれるし。毎日毎日ですからね。はい、あ、きつかったな。でもその石川さんとしてはやっぱり成長されますよね、高校時代いろいろな意味で。そうなると、いや、うん、成長させてもらいましたね。先輩方に。そうですか、まあ、大きなお金をもらったとしてもちょっと戻りたくはない。戻るのは難しいかなという、はい、あ、なるほど。甲子園2度。2回行きました、はい、2年生の春、はい、3年の夏。3年の夏、うん、でも2年生の春は僕全然打ってなくて、うん、僕16打数1安打とかだったんですよ。0割6分3厘ぐらい、はい、もう悔しすぎて、うん、ちょっと野球やめようと思いましたもん。あ、そうですか。だって16回打席立って1本しかヒット出ないです、はい、あ、マジで悔しかったです。うーん、準優勝だから、はい、めっちゃ嬉しいじゃないですか、普通だったらチームはね、まあ、そうですね、嬉しいんですけど、うん、なんかただ立ってるだけみたいな。あ、打席にというかもうそのグラウンドに、まあ、よく小倉部長に言われてたんですけど、はい、全然打てないし、うん、もう別に、まあ、守備でミスはしてないけど打ってないじゃないですか全然、うん、だからお前なんてただ打席だ、あのグラウンドに立ってただけだよって言われました。めっちゃ悔しかったな、ね、ただ立ってるだけって言われるんですよ、木と一緒っす。そうですね。それが悔しくてもうめちゃめちゃ見返してやろうみたいな思ってました。うん、まあ、でもこう奮起するその原動力に、いや、なりましたね。なりましたね、はい、実際でも3年の夏は14打数10安打、打率にして7割1分4厘ですよ。いや、嬉しかったもん。大活躍しちゃいましたよね、はい、いやでもその時の悔しさがあったんで、うん、はい、夏の最後の大会で、はい、まあ、活躍できたと思ってるんで、うん、まあいい経験だったかなと思いますけど。でもマジで悔しかったです。どうだったんでしょうね。もう何回も言いますけど。あ、めっちゃ悔しかったです。だってね、ちょっとやめたいまでよぎるぐらい。はい、うん、俺16回だって1回しか出ないんだみたいな。しょぼーと思います。それはでもまあ対戦するピッチャー、その甲子園に来る全国から来た。でも良かったですね。あの西村健太郎さんと。あの当たったんですか。はい、決勝が広陵だったんですよ。だからあの広島のキャッチャー白浜さんと西村さんがバッテリー組んでたんですよ。あ、でセカンドに上本がいたんですよ。うわ、僕同級生なんですけど、あの阪神の、はい、とかいて、でマジですごかったですね。
もう当時から当時からすごかったです。うーん、あとね、徳島商業、ああジャイアンツ相手右ピッチャー誰だっけな、ああ平岡さんです。平岡めちゃめちゃすごかったです。何がすごかったですか。いや、まっすぐも速かったし、うん、スライダーもキレッキレだったし、フォークも良かったかな。それまで感じたことのない、そうっすね、球が。あとね、平安高校 の、はい、あの左ピッチャーもめっちゃ良かったです。名前忘れました。プロ入られました。いや、入ってないんじゃないかな。うーん、でも結構ね、いいピッチャーがすごいいたイメージがありますね。うーん、まあ、だから、まあ、まあそれを打てなくてもしょうがないかなってちょっと思いましたけど、そういう代だったというのも。でもマジで悔しかったです。でもそれをね、きちんとまあ1年後の夏にはね、はい、リベンジされて結果を出すっていうところは、まあ、良かったですね。勝負強いんじゃないですか。いや、そんなことないです。勝負強かったら多分あの2年の春打ってます。気戻っちゃいますね、はい。そうですか。まあでも甲子園も出場されて、そして横浜高校で、はい、まあ育まれたという3年間伺ってまいりました。ではですね、次回は、はい、あのプロ入りからのお話を伺っていこうかなと思いますので、皆さんどうぞ、はい、チャンネル登録をしてお待ちいただきたいと思います。では石川さん、はい、お願いします。はい、では石川さん、今回ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。